こんにちは。アジサイの季節がやってまいりましたね。アジサイについては過去に2本動画を上げています。花の咲き方についてもご説明しましたが、今回はもう一度おさらいしておきたいと思います。この時期はアジサイが大変茂ってきて、ちょっと雨にでも濡れようものなら通路を塞ぐように垂れてきたりしますよね。切りたいけれどこれから花だし、どこをどうやって切っていいかわからない。そういう方のために、どういう枝なら切っていいのか、どういう枝は切らない方がいいのか、判断の助けになればと思い、ダメ押しで第3弾を出すことにしました。まさかこの時期に花が咲こうとしているつぼみの枝を切ってしまう人はいないと思いますけれども、じゃあつぼみのない枝なら切ってもいいかということになってしまうと、来年の開花に影響することですので注意が必要です。このように闇雲に切ってしまったら、見栄えが悪いだけでなく、来年花が咲かずに葉っぱばかり茂ってしまいます。一方、こちらは私が昨日剪定したものですが、今年花が咲かない部分が分かっていれば、このぐらい思い切った剪定もできます。今つぼみがなければもう今年は咲かないというのは誰にでもわかることですが、それではどこまでは切っても大丈夫なのでしょう。右側の若い脇枝を1本残して、左側の木質化した部分をまとめて取ります。長芽から伸びた新芽の先には本来花が咲くはずですが、どういうわけかここには花がつきませんでした。この枝には脇芽もなく、将来につながることがありませんので元から取ります。このような更新に使える若い新しい枝が出ていれば、将来性のない木質化した枝は捨てることができます。この若い枝は枝先を切らず大事に残します。この枝も法則から言えば花がつくはずなのですが、何らかの理由で花がつかなかったので、2段目の脇芽まで切り戻してしまいます。来年はこの枝の先に花が咲くと思います。間延びした古い枝が処理できました。いずれにしても今年の剪定でなくなる枝だったと思いますので、花が咲かないということであれば未練なく捨てることができます。この間延びした枝も長芽残しだったので花が咲く可能性があったのですが、咲かないようなので取ってしまいます。こういう剪定ならつぼみのある今の時期でも十分にできます。このようにしておけば、雨に濡れて垂れ下がった枝で足元を濡らすというようなこともありませんね。この隣にもアジサイの株がありますので、今年はこちらの株で花は頑張ってもらいましょう。それではここで開花の法則について図で説明したいと思います。冬芽の状態からスタートしましょう。切り詰められていない枝の先端、長芽を黒く示します。春になると芽が伸びてきて新しい枝葉ができてきます。長芽そのものに花が咲くわけではなく、新しい枝が伸びてきてその先に花が咲きますので、3、40センチは上になると思います。この部分は去年枝の先端を詰めたので脇芽から芽が吹きます。このように脇芽から伸びた枝の先端と長芽から伸びた枝の先端とでは開花の条件が異なります。
そして開花の法則1、長芽から伸びた枝先に花が咲きます。統計を取ったわけではありませんが、私の感覚では 99% の確率です。次に、木の外側に向かって垂れ下がるように出ている枝、こういう枝の長芽の先にはもちろん花が咲きますが、その一段下の脇芽から伸びた枝の先、ここにも花がつく可能性は高いです。私の感覚では 80% くらいです。実例で言うとこういう部分です。長芽から伸びた新しい枝の先に花が咲きます。その一段下の脇芽から伸びた新しい枝の先に、ここの場合はつぼみがついています。この木の場合も長芽から伸びた新しい枝の先に花があります。そしてその一段下の脇芽から伸びた新しい枝、この先にもつぼみがありますね。しかしそのもう一段下、二段目の脇芽から出た枝先にはつぼみはありません。ここに花が咲くことはごく稀です。なのでこの図の左から3番目の芽先は×になっています。長芽の一段下の脇芽から伸びた枝先に花が咲く確率は、まあ 50% ぐらいでしょうか。この実例の場合は1段目の芽先にはつぼみがあります。2段目の脇芽の先には花は大概つきませんから、花後はここで剪定します。すでに枝先が切り詰められていて脇芽しかない場合、そこから伸びた新しい枝先に花が咲く確率は、そうですね、 50% あるかないかですかね。同じ木の隣り合った枝でも咲いたり咲かなかったりですので、詳しいことが分かりません。こちらの場合は脇芽から伸びた先につぼみはありません。しかし同じような条件でも、この脇芽から伸びた枝先にはつぼみがあります。対性に出た反対側の枝先にはつぼみはなさそうです。ですので三角ですね。二段目より下の脇芽から伸びた枝先に花が咲くことはまずないと言って良いでしょう。確率として 10% もないと思います。ここから先は応用編になりますので、お時間のある方はお進みください。次に、その後の剪定などの話ですが、長芽もここも咲いたとしますと、剪定はここでします。そうすると、残した枝先の30センチくらい上に来年の花が咲きます。よく、アジサイの剪定の教科書などでは、花が咲いた2節下あたりで切りなさいと言われていますが、その説でいきますと、切り詰めたここの脇芽が冬芽となります。これが今年2020の花で、ここでカットするとこの脇芽が冬芽で残ります。切り詰めますから、上の
2、3節がなくなります。そして冬を越した芽から来年の春、新しい枝が出てきます。そしてこの先に来年花は咲くでしょうか。私の理論でいくと答えは三角です。絶対に咲くとは言い切れません。なぜ教科書では花の2、3節下で切るというのでしょうか。ここからは私の想像でしかありませんが、現実にこういう咲き方は確かにします。昨年の花柄を取らずに放置した場合、その花の2、3節下の脇芽から芽が伸びて花が咲いてはいます。ですからこの切り方が間違いというわけではありませんが、法則1に比べれば確率は低いと私は思うのです。それにこれでは花の咲く位置が年々高いところになっていってしまうので、株の大きさを維持する方法としてはあまり現実的ではないのではないでしょうか。教科書通りの剪定をして、この右側の枝が咲いたとすれば、まあ二節をまた切り戻せばよいのかもしれませんが、もし咲かなかった場合は枝先を切らずに長芽として残すでしょう。そして次の年にそこから新しい枝が出て、その枝の先に花が咲いたとしても、随分高いところに花が咲くことになります。あるいは右側のようにこの花が咲いたとしても、その2、3節下で切って、次の年にそこから新しい枝が出て、その先に花が咲くわけですから、どんどん上の方で咲くことになります。極端に言えばこんなようなことになってしまって、花を見上げるようになってしまいます。ですからあまり株の大きさを大きくせずに花を低い位置で観賞するためには、次のような剪定をします。この今年咲かなかった枝を生かしてここで切ります。そうするとこのように上の部分が全部なくなります。株の高さを低くすることができ、来年の花芽も確保できます。こことここの先に来年花が咲く可能性があります。2021の花の予定です。法則3で申し上げたここの部分がもし咲いたとしたら、 2、3節下で花を切るでしょう。またもし咲かなかったとしたら、これを切らずに長芽として残します。そうすると翌年の花になります。次はこの花の後ですね。単純にここで花柄を落とせばここに花が咲く可能性があります。ですが高さを低くしたいならここまで切る。そうするとこの部分がなくなって、ここに花が咲くか、あるいはこの先が来年の花となります。ここの花が咲いた後はここまで切り戻します。法則2のこれはこことここの2つが咲きますから、ここで切ります。そうするとここの部分がなくなります。この先の芽が長芽となって、その先に次の年の花が咲きます。ここら辺が混んできたら、こういうところで切り戻します。
ここら辺の花が咲いたらその後でいいんですけど。そうするとこの辺の密集がなくなってすっきりします。そうするとこの辺の下の方にあった枝先にも花が見れるかもしれません。そしてこの花が終わったらここら辺で切って2年後の花の準備をする。こういう剪定を繰り返していきます。今年の花後の剪定を想像するとこんな感じになると思います。そしてそうこうしているうちに今年新たな若い芽がこの世に出てくるかもしれません。こういう新しい枝が下から出てきたら大事に残して老朽化した枝を更新していきます。あとは同じことの繰り返しです。私のやり方や理論が正しいかどうかは別として、こんな風に花が咲く仕組みを考えながら想像しながら剪定すると木がもう少し身近なものになるのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。